最後に最高の結果をもたらさないか。タイトルというところによりこだわりを持って。開幕を控えまして、ここまでいい準備をしてきたと思ってます。7月18日に、新チームとしてスタートし、ウィリーグカップを経て、今に至ってます。ウィリーグカップでは、結果はつながりませんでしたけれども、やはりチームのやるべきことベースの部分を少しずつ高めることができた、課題を修正しながら、やはり、より強いチームをというところでここまで向かってきました。 Vリーグを迎えるにあたって、ベストのゲームもちろん望んできますけれども、そこからの長いシーズンをどう戦っていけるか、まずそのスタートのところでしっかりしたゲームに取り組んでいきたいと思っております。若いチームですので、一試合一試合しっかりと成長し、最後に最高の結果をもたらしたい、そういうふうに思っています。今現在ヴェルディも、J1 昇格をかけて戦っております。私たちもこう近くで見てて、やはり日々の練習の、真剣さ、それから一試合一試合勝つことの大変さ、チーム全員で一つの方向を見て戦うことの強さ、素晴らしさ、観客と一体になって戦う、そういうところを見て非常に勉強になっていますし、本当に身近にいい手本となるチームがある、これをきっかけにやはり最高のチームを作っていきたいなと思ってますし、そのための第一歩、今週の日曜日、全力で戦っていきたいと思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。カップ戦ではこの悔しい負け方、特に最後の2試合はまた失点して、敗戦というところでチームとしてすごく悔しい思いをしたので、カップ戦が終わってからこの1ヶ月、その守備の強度の高さというのは監督からずっと言われ続けて、チームとして取り組んできたところなので、まず失点しないというところをと、その戦うという部分を、リーグでは出していけるようにやっていきたいなというのと、そのタイトルを取るというところによりこだわりを持って、そのリーグは1試合1試合の積み重ねだと思うので、勝ちながら反省できるようにしっかり、覚悟を持って戦いたいなと思います。今本当にチームとしての共通のベースの部分を高めているところです。これが本当にプレッシャーの中で、公式戦の中でどれだけ自分たちの力を出していけるのかというのは、本当に本番になってみなければわからない部分ではあると思います。ただ日々の練習でやはり意識の高さというのはここ何週間かかなり変わってきたと思いますし、そういう意味ではしっかり積み上げたことをそのまま試合に出していければ、いい結果につながっていくとは思っています。決して開幕がゴールではないんで、そういう意味ではまだまだこれからのチーム、いい形でここまで来ているなというイメージを持っています。その練習の中でハードワークするところだったり、球際のところはその言われている部分に関してはまだまだ足りないと思っていて、それはもっと練習の中で、出していかないといけないなというのは感じています。その試合になったら、状況とかも変わると思うので、そのベースハードワークとか戦う球際の部分っていう、そういうところはベースはもっと、底上げが必要かなっていうので、そのベースをもっとこう練習の中で大きくしていければいいかなと思います。もともとこのチームの良さである、テクニックはもう当然引き続き持っていきたい、ただそれをさらに高めるためにハードワークの部分、やはり、ボールの前に人をどんどん増やしていきたい、
より攻撃的にゴールに近づく、形を増やしていきたい、誰かが点を取るというよりは誰もがどこからでもどんな形でも点を取れる、まあ、そういう攻撃的な部分というのをしっかり出していきたい、そのために守備はより高い位置でボールを奪いたい、まあ、いずれにしても自分たちが主導権を持ってゲームを進める、そういう展開に持ち込める、うまくて強いチーム目指していきたいな。うまいだけじゃない、強さがある中にうまさがあるっていうところはより取り組んできた部分なので、そこは見てほしいなっていうのと、やっぱりボールを大事にしてっていうのはこのチームの良さだと思うので、そこはしっかりやって見ていて楽しいサッカーっていうのをやれたらいいなと思います。まあ、長野に限らず、ここ、数年本当に V リーグのチーム、レベルアップしてきてると思います。で、まあ、世界のサッカーの流れでやはりハードワークというのは欠かせない部分ですし、1試合通じてハイプレッシャー、それから、ボールを追い越したりとかアグレッシブなくてゴールを目指すためのやはり速い攻撃というのは、特に、目立ってきていると思います。まあ、長野も、例に漏れずやはりそういうサッカーしてくると思うので、まあ、我々はその部分で最低限まず負けないこと、まあ、それにプラスアルファ何を出せるかというところで戦っていきたいなというふうに思っています。高い位置からプレッシャーをかけてきて、まあ、そのボールに結構ガツガツ来る印象で、まあ、その新外国人選手も数名入って、まあ、その情報によるとリーチが長くて戦ったらびっくりすると思いますっていうふうに長野選手に言われたので、まあそこはすごい楽しみな部分でもありますけど、まあ、その絶対にやらせないっていうところは、まあ、フォワードの選手だと言ってたので警戒したいなっていうふうに思います。サッカーの醍醐味はやはり、ゴール前、ゴールを奪うところだと思いますので、まあ、我々、まあ、守備はもちろんですけれども、ゴールを奪うために全てのプレーを、実行すると、もう本当によりアグレッシブに躍動感のあるサッカーを目指していきたい、見てる方にはやはりそういうところを感じてほしいですし、やはり見てる方がワクワクするそういうゲームを1試合でも1分でも1秒でも多く出していけるよう戦っていきたいなと思います。石川に来てくれた方がもう一度ベルナサッカーを見たいってこう思ってもらえるようなサッカーをしたいと思いますし、実際ベルナサッカーを見に来てくれたら、まあ、本当技術の部分だったり絶対ワクワクするようなプレーを見せてくれる選手がいっぱいいるので、そういうところは自信を持ってやっていきたいなと思います。はい、で正解は手元の資料の方に出ておりますので、